ブレイクにしてもらいたいなと思います ね, すね。まさに勝野自身もその言葉で今日のゲーム意気込んでくれました。その大事な立ち上がりです。さあ一方のベイスターズの方は2年目の森圭人が今シーズン初スタメンという形で昨日登録されましてスタメンを勝ち取っています。その森に対して立花さん、ここベイスターズサイドの動きとしては三浦監督いかがでしょうね。まあ、バンドの構えしてるんですけどもね、はい、これ2球ボールになりましたから、はい、ね、あの決めつけては当然いけないですよね。なるほど、バッテリーは、はい、ツーボールからバントしてきました。ここはベイスターズ森ナイスバントになりました。桑原二塁へ進みます。まあ、むしろあのツーボールからね、はい、あのそのままバンドしてくれましたからね。あ、まあ、ドラゴンズ側としてはバンド決められたんですけどもね、はい、なるほど、ね、バッテリーも少しこうホッとしましたね。吉見さん、吉見さん、はい、まあね、見逃されるとボールだったかもしれないので、はい、投手からすると、はい、今本当に助かったなと思っていると。なるほど。